本日は中日ドラゴンズに現時点でオープン戦の首位打者がいる件について取り上げたいと思います。オープン戦も中盤に差し掛かっていますが、レギュラー定着に向けてアピールに成功している選手がいるようです。これまで中日の二遊間を守ってきた京田、阿部、三ツ俣を放出した立浪ドラゴンズ、今年のオフには大きな話題を呼びました。チームを作り変えるという意思が見られる一方で、京田、阿部を超える二遊間を作ることができるのか注目が集まっています。そんな中、二遊間のレギュラー候補で現時点でオープン戦の首位打者がいます。まずキャンプ前後の構想を振り返りたいと思います。ショートにリュークが入り、ドラフト2位の村松がセカンドに入ることが想定されておりました。その2人に田中が競争を仕掛けるというような構図でした。しかし昨年、遊撃手としてチーム最多の59試合に出場したショートレギュラー候補筆頭のリュークが3月12日に2軍落ちしています。指揮官はリュークはちょっと2軍に預けます、昨年からいいものは見せてくれたんですけど、ちょっとここのところの試合で精彩を欠いてたので、もう一度這い上がってこられるようにと明かしています。そこで代わりに猛アピールを見せているのが新人の田中美希也です。3月14日時点で打率3割6分4厘とハイアベレージを残しています。小柄な体格であることからパンチ力が懸念されておりましたが、ここまで2塁打2本、3塁打2本と意外と長打もあるところを見せているのではないかと思われます。また3月3日、4日に行われた侍ジャパンとの対外試合では、日本を代表する投手から計3本のヒットを放っており、存在感を見せていました。3日の試合では今永翔太投手からレフトへヒットを打ち出塁、その後盗塁に成功するとカリステ選手が先制タイムリーを放ち、先制のホームを踏みました。持ち味の俊足でもアピールできていた印象です。次にレギュラー定着が期待される田中について、どんな選手なのか見ていきたいと思います。田中は166cm、68kg、右投げ、右打ちの内野手です。神奈川県出身の、現在22歳です。西東京の強豪東海大学菅生高校でプレー、1年時より試合に出場し、2年夏には西東京大会の決勝で清宮幸太郎を擁する早稲田実業を破り甲子園に出場、その大会ではベスト4に進出しています。甲子園では俊敏な守備や俊足、手腕な打撃が注目されました。高校卒業後は亜細亜大学に進学、1年生ながら日米大学野球の日本代表にも選出されています。二塁手として出場を重ね、2学年上の現広島、矢野正也が卒業後はショートのレギュラーに定着しました。しかし3年夏に国指定の難病潰瘍性大腸炎と診断され、大腸全摘出の大手術を受けています。これによって2ヶ月入院して体重も 11kg 減少することになりました。その後懸命なリハビリを重ね、4年春のリーグ戦で本格的に試合復帰、復帰後は1試合6盗塁を決め、リーグタイ記録を刻むなど活躍しました。そして同年のドラフト会議で中日ドラゴンズから6位指名を受けてプロ野球の世界に飛び込みます。50メートル走 5.9 秒、大学通算48盗塁を記録した俊足が武器で、その軽快な守備と走塁から忍者と呼ばれる選手です。そんな田中のオープン戦や侍ジャパンとの対外試合での活躍を受けて、立浪監督が田中の起用について明かしています。基本、田中を二塁で使おうと思っている。その上でいい投手がどんどん投げてくるので、どれだけ対応できるか見たい部分もあるし、結果は大きな自信になると思う。2番に入れたらいろいろなことができる選手と語っています。打順についても言及しており、俊足としぶとい打撃を生かし、クリーンアップへのつなぎ役としても期待を寄せているようです。それでは現時点で二遊間の構想を見直してみたいと思います。先ほどの立浪監督の発言からは、まずはパターン1が想定されそうです。
パターン1では、セカンドに田中が入り、ショートは3選手で競争する形。これまでサードメインだった福永は、最近はセカンドでの起用も見られ始め、3月14日のオープン戦ではショートのスタメンで出場していますので、十分に二遊間の競争に入ってきそうです。パターン2では、田中がショートに入り、セカンドを2選手で競う形。田中のセカンド起用明言後に、ショート田中を試合で試していますので、パターン2もありえそうです。次に、それぞれのパターンごとに予想される打線を組んでみました。パターン1では、田中を2番に起用することを想定して組んでいます。パターン2では、田中を8番に置いてみました。大島、岡林と田中のタイプが被るのが悩ましいところですね。皆さんの予想をコメント欄でぜひ教えてください。これまで田中について注目してきました。当初パンチ力が懸念されていましたが、エスコバーの154キロを二塁打にするなどパンチ力を見せています。残る懸念としては、体力面でしょう。大腸全摘出がどれほど影響するか、未知数ですが、新人選手は体力面を心配されますので、田中も1年間パフォーマンスを維持できるか注目したいですね。最後に、ファンの声を見ていきたいと思います。土田が今不調なことを考えると、ショート田中で、セカンドをピッチャーの左右に合わせて、福永と村松で使い分ける感じになるのかな。病気のことさえなければ、ドラ1の素質どころか強豪までありえた選手とはいえ、ドラ6でこんな暴れ倒してるの草も生えませぬ。あとはスタミナよ。なんて言ってたら1年終わって新人を取ってそう。ええの取ったわ。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。